社会人のための高校日本史。今日は織田信長です。織田信長は1534年に織田信秀の嫡男として尾張で生まれて、1560年に桶狭間の戦いで今川義元を破って有力大名にのし上がるんですが、さて桶狭間の戦いが行われた頃、中央の情勢はどうなっていたかというと、室町幕府は細川家が実権を握っていましたが、細川家の守護代三好長慶が細川家に代わって実権を握っています。将軍は足利義輝です。足利義輝はもともと細川晴元に擁立された将軍で、三好長慶に一時は近江に追放されてたんですが、この頃足利義輝と三好長慶は和解して京都に帰ってきています。天皇は106代扇町天皇です。細川家の守護代であった三好家が細川家に代わって政権を握ったのは1549年のことで、1560年頃は三好家は日本の最も進んだ地域を支配していました。面積では関東の北条家と大体一緒ですが、経済力ではこの頃は近畿の方が関東より圧倒的に高いので、経済力及び文化力では三好家が最大でした。で、織田信長の天下統一というのは、この三好家が持っている日本の中央部の領国を奪い取りに行くということになります。三好家にとって不幸だったのは、三好長慶の嫡男の三好義興が1563年長慶に先立って22歳で亡くなってしまったということにあります。三好義興という人は軍事的にも文化的にもすごく才能があった人のようで、将来を非常に嘱望されていたんですが、1563年22歳という若さで亡くなってしまいます。で、その翌年三好長慶も亡くなってしまって、で、三好家は三好長慶の甥の三好義継が継ぐんですが、三好義継がまだ若かったということもあって、三好家はうまくまとまらなくて、三好家の2人の長老によって三好家の家臣団が分裂してしまいます。一人は三好長逸、もう一人は松永久秀。松永久秀と三好義継は後に織田信長のグループに入ります。で、これに対して三好長逸の方は三好三人衆を率いて織田信長と戦いを繰り広げることになります。いずれにしろ三好家が分裂したということが織田信長が中央に進出する条件を作ったということになります。織田信長は岐阜城に入った頃から天下布武といって天下を取るんだということを公言し始めますが、天下って一体どこまで取ればいいのかということについては、天下の範囲を一番狭く取るとここです。室町幕府の後期、応仁の乱の後、室町幕府、細川政権、三好政権が支配していた地域です。まあ、ここを取れば天下だという考え方があります。信長が最初言っていた天下を取るというのは、畿内の先進地域 A を取ることだというふうに言われています。で、天下にはもう少し広い意味もあって、室町幕府全盛期に京都の室町将軍が統治していた地域で、室町幕府の時代、関東と九州は指揮系統が若干違っていました。特に関東の場合は鎌倉府が治めていました。京都の室町幕府が統治している地域は駿河から西ということになります。で、九州もある程度自律的に動いてましたから、したがってこの B の地域を取れば天下を取ったということになるという考え方もある。で、さらに進んで九州から東北までここを取るんやという説もある。江戸地は江戸時代まで日本とは考えられていませんでしたから、青森から鹿児島までを支配下に置けば天下なんだと。秀吉が言ってる天下というのはこういうところなんですかね。で、その後秀吉はさらに進んで唐天竺を目指すんだと、そういうことを言い出しますが、こ
こまで行くとついていけない人もたくさんいて、家康になると最終的に海外へ進出するということは、まあ、船で出ていく新船なんかを置いといて兵力を海外に派遣するというようなことは家康は考えなくなって、ここですね、江戸幕府はこの C の地域を治めるということになります。で、本能寺の変というのは信長がここまで取るという目標で進んでいったのに、さらに B に進んでさらに海外に行くかなというふうに天下の意味を広げようとしたときについていけんわという人たちによって信長は倒されるという、そういう考え方もある、まあ、とりあえずここ信長が尾張から美濃へ進出しようとしている頃に、天下布武というのはここを取ればよかったんだと信長も武将たちも考えていたということだけ知っておけばいいかなと思います。織田氏発足の地は越前の国織田の庄です。越前の国は芝氏の領国で、芝氏の守護代のうち尾張の方が織田氏になって、越前の方が朝倉氏になります。後にこの朝倉と織田とは戦いを繰り広げるんですが、織田と朝倉というのは両方とも芝氏の守護代から下克上でのし上がってきた家だということになります。尾張守護代の織田家は清洲城を本拠地にしてましたが、信長の生まれた織田家というのはこの守護代の織田家ではなくて、そのまた家臣の清洲三奉行の一人と言われている家です。代々壇上の中という官位を名乗っていたので織田壇上の中家と言われている。本拠地は勝畑城です。この清洲三奉行の織田家が力をつけていって、信長の父親の織田信秀の時に勢力を拡大します。といっても支配している土地はそんなに大きくなくて、織田信秀の経済力は対馬の商業を抑えたところから入ってきています。対馬というのは木曽川の商業を抑えるところで、商業拠点を抑えたと。その後信秀は尾張のもう一つの商業拠点厚田を支配下に置きます。織田信秀の率いる織田家の特徴は本拠地をずっと変えていくんですね。勝畑城から名古屋城へ、そして末盛城へ移します。あの織田信長が清洲城を取ってからも、清洲城から小牧へ、小牧から岐阜へ、そして岐阜から安土へとどんどん拠点を動かしていくのは、織田信秀以来の本拠地を動かしながら発展していくんだという、そういう思想を受け継いでいます。こういう家ってあんまりなくて、例えば上杉は春日山城から動きませんでしたし、北条は小田原城、武田は甲府をずっと拠点にしていました。織田家のように拠点をどんどん動かして、尾張から美濃へ行って美濃から近江へ拠点を動かしてしまおうと。だから安土城が最終的なゴールになったかも分かんないですよね。その発想から考えると、秀吉が天下取った時に本拠地を安土城を再建する形にしないで大阪に持っていくというのは、拠点というのは動かせばいいんだという、そういう発想を受け継いでいるのかもしれませんね。ここで高校で教える時によく質問が出る、守護と守護大名と戦国大名はどう違うんですかということを説明しておきます。鎌倉時代、国ごとの基本的な行政は国司が行います。で、鎌倉幕府は守護を国ごとに設置するんですが、守護の仕事というのは大盆三箇条というものに限定されています。大盤役催促は御家人たちに京都の仕事に順番に行くんでという割り当てをする、謀反人殺害人というこういう重大刑事犯を捕まえる、これが仕事であって、それ以外の仕事はすることにはなっていない。それから守護というのは幕府が任命します。で、世襲ではないので、父親から子供に守護を受け渡すことはできません。児童との主従関係はありません。児童というのは守護とは全く別に鎌倉幕府から荘園ごとに設置されています。
で、児童の上司というのは守護ではなくて鎌倉殿、鎌倉にいる将軍です。児童が言うことを聞くのは将軍だけで、この児童は地元に住み着いていて世襲制で代々児童という役職を受け継いでいきます。その結果地元との関係がすごく強くなって地域の領主になっていきます。守護というのは今でいうと支店長のようにどんどん転勤していくんですが、地頭というのは地元に根付いた有力者ということになる。で、この守護と地頭の間に主従関係がない、これが鎌倉時代の守護の特徴です。で、次に室町時代の守護大名ですが、鎌倉幕府と室町幕府で違うところは国司の力が弱体化して、で、国司の仕事が守護の中に吸収されていきます。国司の役所であった、これ奈良時代ぐらいから続く国画という役所は守護の役所である守護所の中に吸収されていきます。で、守護の権限というのは南北朝の動乱期に強化されていくんで、南北朝の戦いの中で守護が地元の有力な武士たちを支配下に置くようになります。地元の有力な武士を国人という、鎌倉時代の児童から発展した人たちが多い。で、この国人たちを守護が組織していくんですが、この間の関係が江戸時代の大名と家臣のように強いものではない。そこでこの時期の主従関係を悲観という。国人たちと守護の関係というのは一応上下関係なんだけど、国人たちはどんな時でも守護の命令に従うというわけではない。ある程度の自立性を持っている。で、村の中のことも説明しておくと、鎌倉時代の後半から室町時代にかけて地域ごとに人々が集まって住む村というものが形成されてきます。で、その村において土地を持っていて、村の中で発言権を持っている、寄り合いなんかに参加できる人たちを本百姓という。で、この本百姓の中から武器を持って侍化するやつが出てくる。これを地侍という。もう一つ、室町時代の守護大名の特徴は守護大名在京制といって、守護大名本人は京都に住んで室町幕府の運営に参加するんです。で、それぞれの領国には守護大というのを置いて支配させると。応仁の乱の頃にこの守護大名在京制が崩れてしまうんですが、それまでは守護大名は京都に住んでいた。それからこの守護大名というのは室町幕府から任命されたことによって地域を支配できるという度合いがかなり強くって、幕府の権威に頼っています。これは室町幕府から独立して自分の力だけで地域を支配できるというところまで守護大名の権力は強くなっていない。戦国時代の戦国大名になると幕府の権威を必要とせず自分の力で人々を支配するようになります。今川家や武田家が今川金目録とか甲州八都次第とかそういう文国法を作ってますが、この文国法というのは例えば駿河の今川氏の場合だと今川家が定めて今川家の力で駿河遠富の人々に従わさせると。室町幕府の権威を借りなくても戦国大名は自分の領国を支配できるようになった。戦国大名と地元の武士との関係も強化されていきます。さらに国人の下にある地侍、この階層まで戦国大名は組織化していきます。その時に使われる制度がより親より子制。武士を目指す人たちはとりあえず戦国大名の機関になっている有力な武士の下に集まって戦国大名の軍団に参加するということになる。江戸時代と違って農民と武士が完全に分離しているわけではないので、国人や地侍が戦国大名の言うことを常に聞くかどうかはわからない。で、時には国人や地侍が
一揆の側に入ってしまうこともある。山城の国一揆とか加賀の一向一揆とか、ああいうのはこの黒人地侍層が農民たちと手を組んで大名たちと戦うということも起きる。で、戦国大名なんですけど、どういう階層からスタートして戦国大名にのし上がっていったかというと、一番高い地位から出発しているのは小田原の北条氏です。北条というのは関東を支配するようになったから鎌倉幕府の執権の北条家に習って北条と名乗るようになったわけで、室町幕府から鎌倉公方の様子を見てこいと言って関東に派遣されたことは伊勢氏でした。北条早雲というのはかつては下克上の典型とされていたんですけど、研究が進んでもともと室町幕府の中枢部にいた伊勢氏から関東に派遣されていった人だということが分かってきました。守護大名から戦国大名に成長した人たちがいます。今川家、武田家、佐竹家、大友家、島津家。こういうのはルーツを遡ると元清和源氏だとかね、というふうに名門の人が多い。その次に守護大がいます。これ守護大名の家臣が下克上で守護大名を倒して自分が戦国大名にのし上がったという家です。織田家というのはここに入ります。で、織田家というのは守護大なんですが、さらに詳しく言うと守護大の下にいた尾張三奉行からのし上がっていった家柄です。次に黒人からのし上がっていった家があります。毛利とか長宗我部とか徳川はここに入ります。もともと松平でしたが、で、地侍からのし上がっていった家は有力な戦国大名の中にはありません。さすがに地侍クラスからこう言ってこう言ってこう言ってというこういう形で上がっていくのはね、難しいみたいですね。その中で例外的なのが豊臣秀吉で、一応地侍にしてありますが、豊臣秀吉の場合はルーツは全く分かりません。秀吉というのは室町時代のこのピラミッドでいうと本当に一番下の層からこうして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 上がっていった人なんですね。織田信長と豊臣秀吉と徳川家康と、まあ、3人を年表にするとこういうことになります。1582年、本能寺の変が起きて、人生50年家天の内を比べればと歌っていた織田信長が本当に49歳で命を落としちゃった時、秀吉とか家康は何歳なんだろうという表を作ってみました。信長49歳、秀吉46歳、家康42歳です。これを今風に言うと、家康が小学校の2年生の時、秀吉は小学校6年生で、信長は中学校3年生です。そう考えると分かりやすいですね。信長中学校3年生、秀吉小学校6年生、家康小学校2年生。そういう年齢差があります。で、明智光秀は信長より年上で、明智光秀って信長の家来なので、なんとなく信長より若いような気がしますが、信長よりも6歳も年上。いや、光秀はもう一回り上で67歳やったんやという説もあります。1543年、信長が10歳の時に中国船が種子島に漂着して、その中国船にポルトガル人が乗っていて、鉄砲が種子島に伝わりました。その後信長は斎藤藤さんの娘、濃姫、貴重を嫁にもらって、尾張の支配力を高めていくんですが、尾張の近くでは何が起きていたかというと、甲斐の武田、関東の北条、駿河の今川が強国になりつつあった。近畿地方では、三好長慶が細川晴元を追い出して、細川の持っている地域が三好に代わって、三好政権が京都に成立します。本拠地はね、高槻の芥川三条です。で、今川がだんだん西へ力をつけていって、
1549年、松平武千代、後の徳川家康が駿河に人質に行っています。団地をつけてきた武田と北条と今川なんですが、悩みがあって、強い3つの国が堺を接しているので、お互いに牽制し合って進むことができない。武田としては信濃に進みたい。北条はさらに関東を制圧したい。今川は西へ行きたい。だけど、後ろから今川が西へ進もうとすると、武田や北条が東や北から攻めてくるかもしれない。これは困ったもんだということで、武田の北条と今川が手を組んで、で自分たちの好きな方向に進出していったらいいんじゃないのと考えた人がいる。今川義元の子供の頃の家庭教師で、義元が戦国大名になってから軍師を務めた人に大元崇父摂斎という禅宗の坊さんがいる。大元崇父摂斎は考えた。武田と今川と北条が堺を接しているので、お互いにすくみ合って勢力を拡大することができない。今川は西へ進みたい。というのは、尾張に非常に肥沃な土地がある。駿河、遠富、合わせて40万石。尾張だけで57万石あるので、尾張が欲しい。同様に、武田も甲斐なんて22万石しかなくて、信濃40万石あるので、北へ進みたいやろう。北条は関東に行けば、いくらでも土地がある。なのに、武田と北条と今川が堺を接していて、お互いに牽制し合っているために、今川は西へ進もうとしても、今川が西へ進んだときに、北から武田が、東から北条が攻めてくるんちゃうかという恐れがあるので、大規模な軍事行動が取れない。それは武田にとっても北条にとっても一緒やないかと。そこで、武田、今川、北条が手を組んで、今川は西へ、武田は北へ、北条は東へ進んだらいいじゃないかということで、大元崇父摂斎が武田信玄と北条氏康を説得して、同盟を組みましょうと。武田の娘が氏政に嫁いで、北条の娘が氏真に嫁いで、義元の娘が武田義信に嫁ぐ。これでいけませんか?言って、三国同盟の結成に成功するんです。横山光輝のコミック、武田信玄によれば、その時武田信玄は、大元崇父摂斎と会見した時に、三国同盟な、まあいいやろう。誰が得するかは、長い目で見んとわからんしな。まあとりあえず、大元崇父摂斎、あんたの言う通りにしてやろうと言ったそうです。桶狭間の戦いで、今川義元が討ち取られてしまうので、今川家にとっては、凶になったわけですが、それは結果論でね、大元崇父摂斎が同盟組みましょうと言った時点では、駿河と甲斐と相模、今川武田北条のどの家にとっても同盟を組むことは得だったんだ。で、同盟が成立してから数年のち、武田軍、北条軍、今川軍はそれぞれの方向に進んでいきます。そして1560年に桶狭間の戦いが、1561年に川中島の戦いが繰り広げられる。そうか、桶狭間の戦いと川中島の戦いがほぼ同じ年になっているのは、三国同盟の結果、今川は西へ、武田は北へ、北条は東へ進むことができるようになったからなんやなと。ただ予想に反して、今川義元が桶狭間で討ち取られてしまった結果、1567年、武田信玄は方針転換して三国同盟を廃棄して今川領へ攻め込んでいきます。その時に武田義信がお父さんそんなことしていいんですかと言って、武田信玄と武田義信が対立したというのは有名な話です。織田信長の方に戻って1560年今川義元が尾張へ侵攻して桶狭間の戦いが起きるんですが、その時織田軍と今川軍の兵力差ってどれくらいあったんだろうと。で、信長について書かれた文献で、ひどく読まれたのは織田家の右筆太田隆一が書いた新潮後記、これ江戸時代の初期に書かれたものらしいです。それから作家の尾瀬保安が書いた小説の保安新潮記、
それから太閤記、保安太閤記がある。で、織田信長、豊臣秀吉について非常によくの人々が読んだのは、尾瀬保安という作家が書いた小説です。で、その小説によれば、今川義元は上洛を目指していたんだ。信長の兵力は少なかった。で、その少ない兵力で迂回路を使って回り込んで奇襲で義元を討ち取ったということになっているんですが、で、これに対して最近、今川義元って本当に京都を目指してたん？京都を目指していたとすると、尾張を通過できたとして、その後、美濃を通っていくんですか？あるいは伊勢を通っていくんですか？美濃へ行けば斎藤家が待ってるし、伊勢へ回れば北畠の勢力家やし、あと六角とか、そういうところと話してついてたんやろか、あるいはそういうところを踏みつぶしながら進んでいく気やったんやろか。で、どうもそういうことをしている様子がないので、今川義元は尾張を取りに行ったんちゃうかというのが最近有力な説になっています。兵力差についても、今川3万、織田3千、いや、それはね、ちょっとね、持ってるやろうと。3万対3千という、そんな差ではなかったはずやというような研究とか。まあ、このあたりがね、もう戦史研究家の人にね、任せるとして、尾瀬保安の書いたことについては、ほんまかなという疑問があって、今研究が進んでいるということだけ言っておきましょう。兵力差についてだけ考えてみると、今川が押さえていたのは、駿河、遠江、三河で合わせて70万石です。70万石というと、1万石あたりの最大動員兵力は300と言われているから、全部で2万1千。で、これ全部連れていくわけにはいかないので、せいぜい1万数千。次に信長の方なんですけど、尾張だけで57万石あるので、尾張を完全に掌握していれば、動員兵力は約2万。ただ問題は、信長が尾張の動員可能兵力2万のうち、どこまでを組織できていたかということになる。で、57万石ある尾張のうち、どれぐらいまで織田信長が桶狭間の戦いの時点で掌握していたかというと、もともと織田信長の家というのは、尾張守護、芝義宗の下に守護代が2人いて、上四軍と下四軍に分かれています。下四軍、守護代の中の三奉行の一人。ここが織田壇上の中家です。で、織田信長、1549年に濃姫と結婚して、その後、信秀が亡くなって、織田家の後継ぎ争いが始まります。で、年上だけど側室の子供である織田信広は1556年に信長に対して反乱を起こしますが失敗して信長に従うようになりました。で、信長同様に正室の土田御前が産んだ弟の織田信之。この人は織田信長と何回も戦って最終的には信長に殺害されています。これで織田壇上の中継については織田信長が完全に掌握したということになります。織田壇上の中継を統一していきながら織田信長は下四軍守護代を滅ぼして清洲城を手に入れました。さらに1559年には上四軍守護代、こちらも倒して岩倉城も奪いました。一応、尾張の国を全部支配下に置いた。ただ、どこまで信長がこの57万石を支配しきれていたかというところは問題で、それによって織田信長の動員兵力が決まるということになるんだけれど、尾瀬保安が言ってる今川3万、織田3千、それはね、誇張でね、まあ、今川が1万数千であったことは多分確かで、織田はいくらなんだろうな、わかんないな。1562年、徳川家康は今川の傘下を離れて、織田信長の側に鞍替えします。で、ここに織田松平の同盟軍ができた。この後、織田信長は京都を目指すことになります。その頃、京都の方では三好長慶が亡くなる。三好三人衆によって足利義輝が殺されるという事件が起きて、畿内が混乱に陥る。このチャンスを狙って信長が近畿を目指すと
いうことになります。信長が足利義昭を奉じて京都に入った頃、三好家は2つに分裂していた。一つのグループは三好長慶の弟の子、三好義継と松永久秀のグループ。もう一つは三好三人衆のグループ。で、三好三人衆は信長と戦う道を選び、義継と久秀は信長に従う道を選びます。信長としては、尾張美濃から京都への連絡路を確保しないといけないので、近江をどうしても押さえておかないといけない。ということで、近江の浅井長政に信長の妹のお市が嫁いでいます。で、織田信長にとって一番の強敵は甲斐の武田軍でした。織田徳川同盟軍と武田軍との間では2回有名な戦いが行われています。1回目は1573年、武田信玄が京都を目指して、その途中で徳川家康と戦ったという三方ヶ原の戦いです。徳川家康ね、浜松城に籠城してたら、武田信玄の軍が浜松城の前を素通りしていったんだよね。まあ、なめとんかということで、後ろから追いかけたれ。徳川家康が武田信玄の軍を追いかけていったら、三方ヶ原で待ち伏せ食らってボコボコにされたという、これが三方ヶ原の戦いです。徳川家康、浜松城に逃げ込んで、参ったな、困ったと。で、結局武田信玄その後病に倒れて、浜松城は無事だったんですが、徳川家康は短気はいかんということで反省しました。それで、なめどんかお前はというようなことでね、短気を起こして攻めたらあかんねんということを忘れないように絵を描かせました。これですね、三方ヶ原で武田信玄にフルボッコされて困ったと反省している徳川家康です。家康ってね、もともと短気な人だったらしいよ。ただね、でこういう苦い経験を積み重ねる中で、泣かぬなら泣くまで待とう、ほっとぎすという、そういう忍耐力を身につけていったんだね。で、織田家と武田家のもう一つの戦いは1575年の長篠の戦いです。織田の鉄砲隊と武田の騎馬隊がぶつかったという戦いで、まあ、これについてもね、真相ね、今でよくわからないところあってね、もうこういうのも、もう戦史研究家にお任せということにしましょう。1580年から82年にかけて、織田信長にとって非常に強力な敵であった本願寺、武田が織田の軍門に下りました。で、この後ね、織田信長ね、将軍に就任する予定だったらしい。ところが、1582年6月、本能寺に宿泊しているところを明智光秀の謀反によって命を落としてしまいます。で、本能寺で信長が亡くなったということが分かると同時に、徳川軍、北条軍、上杉軍が織田領に攻め込んでいきます。で、本能寺の変があって、その後羽柴秀吉が明智光秀を討ち取って、で、清洲城に織田家の面々が集まって、織田家の継承をどんな風にしようかという話し合いをした時の状況です。信長と信忠は本能寺の変で亡くなりました。あと誰が受け継ぐかということなんですけど、信長は子供たくさんいるんですけど、5人目以降の子供にはほとんど興味がなかったみたいで、後継者としては信長の嫡男の信忠の子供の三法師、柿田畑家に養子に行っている信勝、神戸家に養子に行っている信孝、四男の秀勝は秀吉の養子になっています。三法師、信勝、信孝のうち誰にするかということになって、秀吉の推す三法師、後の織田秀信が後継者ということになりました。歴史の流れは一応置いといて、ここでは織田信長、豊臣秀吉、徳川家康が天皇とどういう関係を持とうとしていたか、またどういう役職で天下人になろうとしていたかということをまとめてみました。織田信長の場合は戦乱期の後半で天皇の権威を必要としていました。で、信長時として扇町天皇に頼んで、勅命で対立している相手との講和を
実現してみたり、あるいは蘭奢待。蘭奢待というのは東大寺の正倉院にある香木です。なんで蘭奢待というかというと、蘭奢待という文字の中に東大寺という字が隠れているんです。で、蘭奢待は室町時代の将軍義満、義教、義政などが天皇の勅許を取って切り取っています。こういうところですね。で、信長は扇町天皇から許可を取って蘭奢待を切り取っています。ということは、信長は室町将軍に並んだということになるのかな。で、信長については扇町天皇に対して攘夷を要求したという説があるんですが、鎌倉室町時代において天皇というのは攘夷するのが普通でした。ところが室町時代の後半になって、室町幕府に資金がなくなって、天皇が攘夷するったって戦闘御所作る費用なんてありませんよとかなんとか言って、天皇が攘夷できなくなってしまってたんです。それに対して織田信長が扇町天皇が攘夷したいということであれば、費用は工面しましょうという申し出だったんではないかと。信長が天皇をやめろと、そんなことをね言ったんではないだろうという説が最近は有力になっています。あと、信長が最終的にどういう地位につきたかったかということについては、征夷大将軍で朝廷と合意できていたんではないかということになっています。というのは、信長は足利義昭を京都から追放した後、1575年に権大納言右大将になっています。この権大納言右大将というのは、源頼朝が権大納言右大将を経て征夷大将軍になっているので、織田信長は源頼朝と同じコースを歩んでいたんだから、まあ、最終的には征夷大将軍になる予定だったんではないかと、まあ、本能寺の変がなければ征夷大将軍織田信長が実現したのではないかというふうに最近は言われています。次に秀吉ですが、秀吉の場合は出自があまりにも低すぎて系図を作ることができませんでした。織田信長の場合は自称桓武平氏、徳川家康の場合は自称清和源氏なんですが、どれだけ正しいかは別にして、信長が桓武平氏、家康が清和源氏と名乗るという、まあ、根も葉ものうち、まあ、葉っぱぐらいあるんですが、秀吉の場合は何にもないということで、で、秀吉は1585年近衛家藤原氏の一族の有志になるという形で関白になって、その後豊臣という源氏でもなく平氏でもなく藤原氏でもない豊臣氏という、そういう氏義と天皇からもらっています。で、豊臣秀吉はこういうふうに自分の生まれに権威が全くないので、それだけ天皇という権威に寄りかかるところがあって、で、政治システム自体も律令国制というものを利用しています。で、秀吉が関白 で各武将たちを内大臣とか大納言とか中納言とか、そういう律令国制の官職につけていくという形を取るんだね、秀吉は。小家康になると実力は抜群で、もう官職は何でもいいようなもんなんですが、鎌倉幕府、室町幕府に倣って、まあ、武家の統領としては征夷大将軍かなということで、1603年に征夷大将軍になっています。で、本能寺の変というのは、なんで明智光秀は織田信長に謀反を起こしたんだろうと。江戸時代からですね、いろんな説が現れていて、で、五座雄一先生の中世の陰謀だったかな、長本を読んでいるとですね、本能寺の変についてどういう説が出てきたかをね、ずっと整理してくれていて、で、それを使ってこういう表を作ってみました。順番に言うと、江戸時代に出てきたのは怨恨説です。明智光秀が徳川家康の凶王に失敗して信長が怒ったとか、信長が丹波から出雲、岩見、国替えをしようとしたからやとか、五座先生の本によると、そんなことはありえないと書いてありました。で、戦後出てきたのが野望説で、信長も秀吉も光秀も天下欲しかったんやという非常にシンプルな説です。で、1970年代になると、光秀が謀反を起こすには理由があったんやと、その理由は何だということを考えようという大義説が現れます。明智光秀は朝廷を大切にしようとしていたんだとか、明智光秀は室町幕府の再興を目指していたんだとか、
1990年代になると黒幕説が現れます。明智光秀を背後で操ったやつがという説ですね。最初に現れたのが朝廷黒幕説です。これを唱えたのは今谷明という先生で、この先生は歴史学者として一流の学者です。でいろんなです、ね、斬新な学説を唱えておられます。あの今谷先生がこういう説を出してきたということで、今谷先生がね、新しい解釈をね、提供するとね、それは本当か正しいのかってね、歴史学者がその検討に入ってね、学問がすごく進むという話ってあるんですよね。で、この時も、明智光秀には黒幕がいるんだという、この発想を出したところが素晴らしい。その黒幕は何だということで、朝廷以外に考えられるものとして、足利義昭説、イエズス会説、豊臣秀吉説、最近出てきたのがこの徳川家康黒幕説といういろんなものが出てきました。でそして最近有力になってきているのが長宗我部元親と織田信長の戦いをめぐって四国政策を担当していた明智光秀と織田信長の間で何かトラブルがあったんではないかという四国政策転換説という、これがね最近ね有力になってきてるみたいですね。ということなんですが、いろいろあるけどチャンスがあったら天下を取りたいのが先行武将ちゃん。目の前に天下があるのにその天下をつかみに行かないのは戦国武将じゃないと私なんか単純に思っちゃうので、私の個人的な好みとしてはこれでもね、専門家に聞くとね、信長がね本能寺に泊まっているだけではダメなんですって。ってのはね、信長をね、討ち取ったとしてもね、信忠がね、健在であれば、織田家の大黒柱は揺らがないんです。もうあの時点で、織田家の家督は、織田信長から、織田信忠に継承されてますから、信長だけを倒してもダメなんです。織田信長と織田信忠の、この両方を倒さないといけない。そのためには、この二人が同時に京都にいないといけない。だけどね、また信長自体が京都にいることが珍しいし、しかも同時に信忠が京都にいるということはね、めったにないんですって。しかもその時、たまたま自分が大軍を率いて京都の近くにいるという、これだけの条件がないと信長、信忠を討ち取ることができない。こういう状況をね、陰謀でね、作り出すことはできない。だから、光秀が大軍を率いていて、しかも信長と信忠が京都に同時に宿泊しているという、このチャンスを生かさないのは戦国武将じゃないということで、光秀野望説だと私は思うんだけどね、どうなんでしょうね。織田信長、徳川家康、豊臣秀吉にはね、人気の流行りがあってね、江戸時代はね、徳川家康が一番上、さあ当然だよね。2番目が豊臣秀吉で、その次が明智光秀で、織田信長って全然人気なかったんですって。それが江戸時代の後半から明治にかけて、織田信長の人気がどんどん上がっていって、で戦後になると状況またガラッと変わる。1960年代、私がね、小学校から中学校に上がる頃はね、山岡宗八の徳川家康、これがね、大人気でした。私ね、中学校の時ね、このね、長編小説、徳川家康を読んだんだよね。そしたらね、家康ものすごい平和主義者でね、私、なんか途中でついていけなくなってね、いやー、こんな嘘っぽいわ、ってね、読むのやめちゃいました。で、なんであんなね、中学生から見て嘘っぽい小説が流行ったんか、思って、最近調べてみたら、山岡宗八は戦争中に、従軍作家として多くの特攻隊員を取材して、ああもう戦争は嫌だと、平和な世の中がいいと。で、徳川家康を徹底した平和を求める人として描いたんですって。山岡宗八が狸親父家康から平和を求める家康にイメージ転換したんだね。でね、最近山岡宗八原作、横山ミステルがコミックにした徳川家康を読んでるんです。中学生時代から50年経つと、私もね、平和主義になったんかな。この徳川家康、なかなかいいじゃんと思ったりなんかするんですよ。で、1960年代。私がね、中学校から高等学校に進んだ頃はね、織田信長の人気がうなぎ登りでしたね。
その織田信長人気に決定的だったのは司馬遼太郎の国取物語。国取物語ってね、もともとね斎藤道三の物語だったんだけど、おまけについてた信長の方が人気が出て、そのうちね斎藤道三の物語から織田信長の物語になっちゃったんだよね。司馬遼太郎が描く織田信長というのは非合理で古い中世的な権威を憎み徹底的に破壊して新しい時代を築くんだという、まあ確かに言われてみれば1960年代ってそんな時代でしたよね。年寄りにもうそんな古いんや、時代が変わったんやって言ってましたからね。信長は古い権威を倒し新しい時代を作っていくんだというね、その路線のピークに来たのが1980年代後半バブルの時代に登場した下天は夢かと池上良一の信長というコミック。信長というコミックね、当時の高等学校の職員室でもね読んでる人多かったね。ところがね1990年バブルがね弾けて日本えらいことになってね、それ以来停滞の30年とかねいう時代がやっていきます。で21世紀に入って次は何が来るのかなというと、戦前大公儀の豊臣秀吉、戦後平和主義徳川家康、進歩主義者織田信長と来て、次は安定を求める明智光秀かな。時代が成熟すると明智光秀の安定を求める思想が評価されるのかもしれないな。明智光秀が安定を求めてたんだろうか。いや私みたいにね、明智光秀だって戦国武将じゃん、チャンスがあるからね謀反を起こしてね天下取ろうとしたんじゃんと思っている人はね、光秀って本当にね安定求めてたのなんて思ってるんだけど、さておき一般的に明智光秀はいい人とされていてね、中野長殺してしまえホトトギス織田信長、中野長泣かせてみせようホトトギス豊臣秀吉、中野長泣くまで待とうホトトギス徳川家康、これに対して光秀バージョンもあるんだね。中野なら私が中をホトトギス、中野なら逃がしてあげようホトトギス。さっきネット見てたらね、松下幸之助バージョンってのもあんだね。中野ならそれもよかろうホトトギスこれ、ね、松下電気産業を作った松下幸之助なんだって。でその中でどれが好きかと言われれば、私の好みとしては中野なら逃がしてあげようホトトギスだね。織田信長に戻ります。私が中学高校で勉強したイメージでは、武田信玄は中世の武将で、信長は近世を開いたパイオニアだというふうに学んだような気がするんだけど、最近本当かなというのが出てきて、信長が中世最後の武将だと、信長が独自にやったと思われていたことが研究が進んで、北条もやってましたよ、毛利もやってましたよってことがね分かってきてね、信長ってあちこちの武将が試行錯誤してきたものを、まあ、まとめて体制させたというような感じに捉えられてるのかな。最近は信長が中世の最後で秀吉からが新しい時代だというね、そういう見方もあるんだね。このあたり私ごときにはよく分かりません。ただ最近の新書とか講座シリーズを読んでると、私が中学校時代に勉強した織田信長は古い中世を終わらして新しい時代を切り開いたパイオニアだという、そういう信長像だけではないということは私でも分かる。